トロイアの木馬の更新、ジョバンニドメニコティエポロがトロイアの木馬は、ギリシア神話のトロイア戦争において、トロイアを陥落させる決め手となったとされる装置である。トロイの木馬とも言われる。木でできており、中に人が隠れることができるようになっていた。展示で、内通者や巧妙に相手を落とし入れる罠を指して、トロイの木馬と呼ぶことがある。この伝説の主な転居は、 ウェルギリウスのアエネイスである。また、ホメロスのオデュッセイアでも言及されている。トロイア戦争において、キリシア勢の攻撃が手詰まりになってきた時、オデュッセウスが木馬を作って人を潜ませ、それをイーリオス市内に運び込ませることを提案した。参加して、日の浅いネオプトレモストッピロクテイテスは、戦いに飢えていたので反対したが、戦いにあぐんでいた他の諸将は賛成した。 これは、トロイア戦争の始まる前、三つの信託がキリシア勢に下されたためである。その信託とは、ネオプトレモスの戦争への参加。イーリオスにあるアテーナー神殿にある神像が、トロイアの外に持ち出されること、イーリオス城正門のカモイが壊されることで、この三つが果たされなければイーリオス城が、陥落することはないとのものであった。この時点で、ネオプトレモスは、 戦争に参加していたため、オデュッセウスとディオメーデースがパラディオンを盗み出し、巨大な木馬を製作して、トロイヤ人がこれを城内に入れる際、自ら進んで門を破壊するよう仕向けることにしたので、ある。このため、強くはなくとも、大工の技に長けていたエペオスが木馬の製作を指揮することとなった。エペオスはいいで山から木を切り出させ、それを材料に木馬を組み立てた。 木馬作成の過程はトリピオドーロスのトロイア落城に最も詳しく書かれている。木馬が完成すると、ネオプトレモス、メネラオス、オデュッセウス、ディオメーデス、ピロクテーテース、ショーアやアースラが乗り込み、最後にエッペオスが乗り込んで扉を閉じた。木馬をイーリオス市内に運び込ませるためには、トロイア人に顔を知られていない者が一人で残り、敵を欺く必要があった。 この役には、死の恩がッ候補した。残りのギリシア勢は目泊まりしていた小屋を焼き払い、船で近くのテネドス島に移動した。映画、トロイに登場した木馬。現在は、イーリオスに近いチャなっカレに展示されている夜が明けると、トロイア人は、ギリシア人が消え失せ、後に木馬が残されていることに気がついた。ギリシア人が去って勝利がもたらされたと信じた、トロイア人は、 市内から出てきて、木馬の周りに集まり、死の恩を発見した。トロイア人たちは、死の恩を拷問し、ギリシア人の行方や、木馬の作られた行きを問いただしたが、死の恩は正しいことを言わず、ギリシア人は逃げ去った。木馬は、アテーナーの怒りを鎮めるために作ったものだ。そして、なぜこれほど巨大なのかといえば、この木馬がイーリオス城内に入ると、 この戦争にギリシア人が負けると予言者、カルカースに予言されたためであるとして、トロイア人を欺き通した。欺かれたトロイア人たちは木馬を引いて、市内に運び込んだ。ラーオコオーンとカッサンドラーが市民たちをいめ、木馬に槍を投げつけた。その直後、海から2匹のオロチが現れ、ラーオコオーンとその2人の息子を首殺したため、市民たちは考えを変えた。 門は木馬を通すには狭かったので壊して通した。そしてアテーナーの神殿に奉納した。トロイア人はその後死を挙げて宴会を開き人々が寝静まり主営さえも手薄になっていた。それを後期と木馬からオデュッセウスたちが出てきた。そして計画通り松末でテネドス島のギリシア勢に合図を送り彼らを引き入れた。その後ギリシア勢は いいリオス市内を暴れ回った。酔って眠りこけていたトロイア人たちは反撃することができず、アイネーアースなどの例外を除いて撃たれてしまった。トロイアのオープリアモスもネオプトレモスに殺され、ここにトロイアは滅亡した。世界大百科事典、第二版株式会社平凡社、とっさの日本語便利帳朝日新聞出版発行。ありがとうございます。